Hello, 皆さんこんにちは、るちゃんです。今天这支影片呢是新的在日以日居民追踪系列，之前的系列大部分都是采访台湾人，日本人的话有一位作为歌手正在活动中的人，那这次要为大家带来另外一位日本人的故事，他就是 Rendezvous 的 Director 的 Sega 桑。之前影片就有很多人留言说想要知道 Sega 桑的创业故事，还有他的一天怎么过的，那应该有蛮多人对这个业界有兴趣的，那希望 Sega 桑的故事可以给大家一点启发做参考，那我们就开始吧。今天要介绍给大家的 Sega 桑是一位时尚女装品牌总监。Sega 桑出生于北海道的札幌，高中时作为 model 活跃于 Sapporo Collection 等时尚活动，高中毕业后和另外一半 Takuma 来到东京，携手创立了服饰品牌 Rendezvous，两人从零开始创业至今，公司和品牌也日益成长，品牌 IG 追踪数目前已经达16万人， Sega 桑的个人 IG 追踪数也达到10万人，是日本年轻女性的时尚指标之一。今年品牌已经创立第7年，让我们跟着现在 Sega 桑开始过她的一天吧。おはようございます。おはようございます。 Sega 桑でございます。こんにちは、セガです。今日のディレクターのセガと申します。お願いします。セガさん平常早上6点45分起床，8点半出门前往公司。坐车的时候会确认信箱、工作内容。9点到达公司，新的办公室可以看到东京铁塔。大きい飲み物持って行きます。今日は。在公司人还不多时，早上会先拍一些可以用在社群软体上的照片，大家都到公司后一起简单打扫，维护环境整洁。打扫完之后， Sega 桑很兴奋地跟大家介绍他的座位，也有提到因为公司旁边就是东京铁塔，早上都会看着东京铁塔给自己打气，正式进入工作模式。おはようございます。全体员工早上会一起开早会，报告昨天的官网营业额和店铺营业额，共有官网和店铺的公告通知，各部门有要报告的事情也会在这时间告知大家，最后大家一起有精神的说今日もよろしくお願いします，开始一天的工作。一番最初に付き合ってる彼でもあり社長でもある佐久間くんにブランドをやったらって言ってもらったのが一番最初のきっかけなのと、あとはちっちゃい頃からお洋服が好きだったので、それが根源にあるものです。アパレルブランドをその時に私みたいに立ち上げる人とか全然いない時で、インスタグラムも全然盛んじゃなかったから本当に手探りだったんですよ。最初にこうやってきた人がいないから、前例がないからこそ自分でやっていかないと何も見えないっていうのが最初はありました。インスタグラムで洋服を売るっていう概念がない時だったので、なんか面白いしやってみようかなって思って最初やっていましたね。まずこの自分の好きなものを買い付けて売ろうみたいな形でその韓国に行ったんですよね。拙い韓国語で交渉して、それも騙されに騙されて騙されてたんですよね。10枚 T シャツ買いましたってなったら、10枚中9枚がわけわかんない T シャツで、上が本当の欲しい T シャツ、もういろんなことがありましたね。最初写真で世界観とか見せて販売してたので、それもそれですごい楽しかったです。意外と知られてないんですけど、デザイナーさんっていう方を今もいなくて、私が全部明治からデザインから商談とかして全部やってます。 SNS に書くことでもないからあまり公言してないんですけど、全部の会議に入って全部知り尽くしたものが世に出てるっていう形です。まず一番最初に掲げた目標が、店舗を作るが目標だったんですよ。やっぱりなんかお客様の近くに自分はいるので、その耳を傾けて、その欲しいものとかランデブーでこういうものがあったらいいなとかをこう汲み取って作るっていうのをやってましたね。それで言うとこれですね、お客様の声に耳を傾けて作ったものの第1個目というか、ランデブーといえばって思ってくださる方も多いアイテムなんですけど。到中午前的时间， Sega 桑都在处理商品设计调整修正的事项。现在大家看到的这个画面是2022年春夏新品裙子的 sample 修正，这一款裙子已经修正了第三次。 Sega 桑每一次都会根据长度、舒适度、实穿度等待审视，自己不满意前都不会正式商品化。他说送到客人手中的商品都必须是自己100%满意且有信心的商品。難しいですよ、皆さんがお買い求めいただきやすい金額にするのか、そういうのも考えないといけないですね。
处理完后，他开始挑选另一项商品的使用布料。为了让每一季的商品都能够互相做搭配，他也都会记录以前的商品用过哪些材质、色号。はるちゃんといつも甘いものを分け合ってます。食べてるものは全部美味しい。美味しい。多分めっちゃ美味しい。先生はですね、ニュークラシックスタイルっていうのがシーズンコンセプトなんですけど、ランデブといえばクラシックって思われる方多いと思うんですけど、まあ、それをプラス、まあ、今の時代に合ったクラシックスタイルプラス、まあ、ランデブのムードを入れ込んだそんなシーズンコンセプトになってます。例えばこれとか、ここら辺のクラシックはありつつも、袖とかをね、結構あのメンズライクな袖にしたりとかして、ちょっとワイルドなあのシャツにしてたりとか、そのクラシックの中にワンポイントあったりとかするような、そんなアイテムたちが揃ってます。ちなみに今日ね、SS 着ようかなと思ったんですけど、2年前の SS を着ております。めちゃめちゃ素敵です。この緑が可愛いです。そう、ランデブのアイテムって何年経ってもいいんですよ。で、これはユニクロお決まりのユニクロです。ウーバーイーツが多いんですもんね。そう、オフィス移転してからランチしたいんですけど、今日無理だったわ。そして今回はセガさんが大好きな私はマジで大好きなんだよね、あんかけそばです。いただきます。はい。今までで一番困難なことパッて思い浮かぶのもなくて、でも日々モデルの仕事も多分みんなが見ている範囲のものであったりとか、ディレクター業とかあったりとかするんですけど、いろんな面がありすぎて、それを毎日こなすのに必死、困難じゃないけど日々必死最初は私一人から始まって、いろんな人がジョインしてきて、なんか仲間が増えてきたところもあって、そういう人たちも目を配ってこう見ていたりとかしちゃうので、困難じゃないけど勉強しなきゃなって毎日思うこと。私の一言で行動とかも変わってきたりとか、その人の人格ができてきちゃう面もあったりとかするので、すごい一言によって悩んじゃったりとかするじゃないですか。意外と気にすると思うんですよ、仲間たちって。言葉の重みっていうものをすごい考えるようになりました。ブランド始めてから、いろんな分野のことを全部大体のことに触ってきたんですよ。例えば SNS の公式の更新とか、サイトの画像の更新とか、すごい細かいことやってて、で今はお任せして仲間にやってもらってるんですけど、全部オールマイティーのやつを一旦全部自分でやってきたから、大変さとかは分かってるから、その辺なんか全部今までやってきてよかったなって思ってますね。お願いする時も、あ、このぐらい大変だからこういう風にお願いしようとかも分かってくるので、自分スタートアップの時に何でもやってよかったなって。吃饭吃到一半，我们接到下一个行程联系，说会议时间必须提早。Sega さん午餐还没有吃完，就开始准备等一下的会议。接下来的会议是和布料厂商开会，可以拿到许多布料的小样。在会议中也需要讨论各布料的价格、设计、制作等细项。会议结束后 ，Sega さん会和生产部门的同事再做沟通，一起决定要做 sample 的布料材质。讨论完后，继续处理2022年春夏款式的 sample 修改，能够确实的感受到每一件衣服送到客人手中之前，都是许多人的努力、时间和心意的结晶啊。サンプルでございます。まだ世に出てないよ。これは合皮でこっち本革でどっちがいいかなみたいな。あとモノグラムバージョンも。可愛い。女の子って困るのはテンションが上がるから、だから小物をたくさん売ってます。今から展示会会場に行きます。うまく全部準備できると大丈夫。行ってきます。今から展示会場行きますよ。手荷物が搬入します。考えたんですけど、オフがないってことに気づいて寝た瞬間オフ、それまでオンです。使えないんですか？多分疲れてると思う。なんかいつどこでどう見られてるか分かんないから気をつけてます。到展示会会场后，大家拿出之前想好的摆放设计，依照现场的状况进行调整配置。现场发生很多意想不到的问题，例如会场提供的衣架高度不够高，预设的试衣间位置会让空间显得狭小，
许多必须临时处理的问题也还好，到最后都解决了。大家边沟通边摆放，到最后摆放的位置也都和预设的位置不同。那告一段落之后，大家决定要休息一下，一起出发去附近的咖啡厅买饮料和食物。このみんなの揚げパンの興味のなさ。いただきまーす。え、これ一口だよね。一口だと思います。おお、美味しい。鏡です。自分自身のライフスタイルとか考え方とかを反映してるので、私の鏡だと思って、私もいろいろこう考え方とか大人になっていくので、こういうところをこう一緒にお客様と一緒に変化していきたいなと思ってます。再次开始动工，安排好所有的摆设之后，大家进行细项的分工，包含烫衣服、叠上商品标签、视觉版面呈现等工作。大家一起讨论怎么呈现这一块面板，最后完成后也很有成就感。哇！真棒！可爱！可爱！どうですか？綺麗。綺麗されてる？綺麗綺麗。いいと思います。那 Seka 桑他一直都是全程参与，不放过任何一个细节。其中有人累的时候， Seka 桑也会主动询问要不要先休息。现场还会再摆放一些花卉，但是当天早上才会送到。除了当天才能处理的东西都处理完之后，大家围成一个圈圈，说明重要事项，一起为明天的活动当天打气，正式结束忙到晚上的一天。私とランデブーって同じものだと思っているので、まあ、ランデブーが変化していくにつれ私も変化するし、私も変化するにつれランデブーも変化していくので、変わるものは変わっていって、変わらないものは変わらないっていう形になっていくのかなとは思いますし、なんか今後も私のこう考え方とかをちゃんと反映していきたいなって思っております。明日また明日早く行って完成させます。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。因为接下来不方便跟拍到家里，那跟拍就到这里结束。但是 Seka 桑回家后通常都还是一直想着工作的事情，如同他前面所说，他随时都是在 on 的状态，之前几乎每天都在 Seka 桑的身边跟他一起忙进忙出。印象最深刻的是他可以因为一个小地方不满意，整个 YouTube 影片重拍好几次，相信这一份坚持和执着也都表现在品牌的每个商品上。要在一件事情上面成功起头非常困难，但我相信更难的是持续。他持续在这条路努力了第六年，也完成了当初开设店铺的梦想。Rendezvous 这个品牌名称是取自于法文，将代表男女在约定好的时间地点相会的 Rendezvous， 抱歉我不太会念，以及称呼自己亲爱的人的表现不两个单字结合。那 Seka 常说，他认为店铺就是让相爱的人马恰瓦塞的地方，希望接下来在全世界能够创立更多的店铺，让更多人可以在这个马恰瓦塞的地方有更多美好的相遇。最后我请 Seka 桑另外帮我录了一段给想进入时尚业界或是想要创业的人的话，希望可以鼓舞到大家。で、今回は私の密着を見ていただいてありがとうございます。私自身も洋服が好きっていう本当に純粋なそういう気持ちが根源にあって今のブランドがありますので、本当に新しく挑戦することを恐れないで、とにかくやってみることが一番大事だと思っているので、その挑戦の一歩をしないと何も始まらないと思いますので、最初はねドキドキしたりとかすごく緊張したりとかすごい勇気が必要なことだと思うんですけど、その一歩が大事だと思うので一緒に頑張っていきましょう。今回はありがとうございました。たとえ夜が明けようとしても